小ミネ・タラト氏は、日本の元サッカー選手、サッカー指導者。一般社団法人長崎県サッカー協会会長、長崎総合科学大学特任教授、長崎県南高木郡道崎村出身。父親は、生前に太平洋戦争で戦死したため母子家庭で育ち、一家は農業で生計を立てていた。中学時代は、バレーボール部に所属。 長崎県立島原商業高校入学後よりサッカー部に所属し、3年時には首相を務め、九州選抜チームにも選出された。高校卒業後は家庭事情から就職する予定であったが、大阪商業大学からのスカウトもあり、同大学に進学してサッカー部に所属。関西学生サッカーリーグ3部だったチームを大学3年時に一部へ引き上げる原動力となった。 サッカー部を持つ企業へ大卒後の就職が内定していたが、母校の長崎県立島原商業高校時代のコーチから誘いを受けて、教員を目指し、長崎県の教員採用試験に合格して、地方公務員となった。1968年により、長崎県立島原商業高校へ赴任し、商業家教諭及びサッカー部監督に就任。 部員13人からサッカーの指導をスタートさせ、当時の九州サッカーは全国大会で1回戦え突破するのが難しい時代であったが、1977年、インターハイで長崎県勢として初優勝した。1984年、長崎県立国見高校に社会科教諭として赴任し、 サッカー部を全国高校サッカー選手権で戦後、最多タイの6度の優勝に導く。1996年には、JFA 公認 S 級コーチも取得。90年代以後もサッカー部員は、丸坊主にすることを義務づけていた。長崎県の公立高校教員には、離島の学校に一度は赴任しなくてはならない規定があるが、教育委員会が、小峰の県外流出を恐れ、特例として、 離島に赴任させず、その後も、教頭校長を歴任した。なお、校長就任に伴って、全国高等学校体育連盟の規定により、監督を退いたが、監督は、サッカー経験、指導歴のない教諭が就任したため、総監督として、実質的な指揮を取った。2006年3月に、国見高を定年退職。定年退職後は、 一般社団法人長崎県サッカー協会の会長、長崎県教育委員会参与、特定非営利活動法人、ビファーレン長崎、スポーツコミュニティ理事長なども務めている。2007年1月10日、防衛大臣の日様明夫の推薦により、夏の第21回参議院議員通常選挙の長崎県選挙区より自民党公認で立候補を表明。 それに先立ち、1月9日付で、国見高の総監督、長崎県教育委員会参与の役職を辞任した。4月、公認の監督として、島原商業時代の教え子で、元熊本国府公監督の滝上智美が就任。知名度の高さから有利と予想された一方、年金記録問題や日様による原爆投下はしょうがない発言報道騒動などが起こった。 貴様は自身が応援に入ることで発言が蒸し返されることを懸念し、長崎県に入らなかったという。同年7月の参議院選挙では33万1147票を獲得したものの、35万2953票を獲得した民主党公認の大久保清江に敗れた。なお、選挙中のキャッチフレーズは、生涯チャレンジであった。2007年11月、 長崎総合科学大学情報学部、情報経営学科特任教授及び長崎総合科学大学附属高等学校サッカー部総監督に就任。2011年1月から長崎総合科学大学附属高等学校サッカー部の指導も開始する。2015年9月から長崎総合科学大学サッカー部総監督と同附属高等学校サッカー部監督に就任した。 2017年3月、前月より続いているビファーレン長崎の経営問題の収集を図る目的で、同チームのアカデミー部門を担当する一般社団法人 VV 長崎スポーツクラブの代表理事に就任した。インターハイ全日本ユース選手権、全国高校サッカー選手権左の数字は年度を表している。高校選手権では、 1974年から2006年まで小峰の指導したチームが県代表として全国大会へ参加し続けた。唯一の例外は1985年に国見を破って出場した平戸高校である。ありがとうございます。